受験舐めないでください。多くの人は後悔してしまう。結構やっぱ外的要因にする人が多い。結局自分が勉強するかですからね。できないんだっていうですね、意識を持ってください。プライド捨ててください。なので始まりました、ぼちっチャンネルです。さあ、今回はですね、タイトルにある通り、本当に受験舐めないでください。早く始めるっていうのを大事にしてください。まあね、大学受験だけじゃなくて、トイックだったりとか、トフルだったりとか、様々なことに言える。まあもちろん高校受験もそうですけど、そういったものにも言えると思うんですが、遅すぎるんですよ。みんな本当に始めるのが。まあ、期間がないというか想像ができないので、そうなってしまうっていうのはよくわかるんですけど、まあ実際、今、まあ大学受験に関しては、いろいろなね、人が終わりました。そして、いろんな、まあメッセージだったりとか、声を聞いている段階です。まあ、もちろんね、合格したメッセージいっぱい来てますよ。特にもう早慶クラスやってたんで、受かりましたっていうのが、まあメッセージで結構来ます。そういった一部の勝者、大量の敗者がいるっていうのが受験の現実です。その現実を知らずに、まあ経験したことがないからね、想像するのは大変だと思うんですけど、受験に挑む人が多い、危機感を持たずにある人が多くて、で、結局、だから多くの人は後悔してしまう。だからなんだかんだマーチがどうたらとかね、日東高専がどうたらっていう人たちのほとんどもそこのレベルには到底達することなどできないまま受験を終えます。そして現実を知るわけです。もちろんほら YouTube なんていうのもさ、うまくいった成功した人たちがやってるわけじゃないですか。高学歴のね人たちがいっぱいいるので、そういう風に自分もなるんだとこう漠然とね思い描いてる人多いんですけど、そんなことありません。実際は本当に一握りです。そういう人たちにも憧れたりとか、そういう人たちになるんだろうなみたいにね思う気持ちはよくわかるんですけど、そのためには早く始めて努力をしなきゃいけないんですよ。まあ坂上さんのね企画も終わりましたけども、実際本当に毎日10時間以上勉強してたわけですよ。まあなんか月に1回休みの日を作るとかって言ってた時にね、ふざけんなっつって一日の休みも作るんじゃねえっつって、で、はい、僕は言ったんですけど、毎日必ずやれっていう風に言ったんですが、が、本当に実行しましたからね。で、本当に毎日やってて、ああ、もう勉強するのが当たり前みたいになってるんで、もう本当に習慣化して勉強するのも勉強してないと、うーってなるぐらいのね、もう禁断症状が出るぐらいの、それぐらいになったんだろうなと思いながら言ったんですけど、やっぱり本人めちゃくちゃ辛かった。もう二度とやりたくないって言ってますんで、そうなんです。それぐらい辛いもんなんですよ。そして何と言ったってそれをね、ずっと続けたんだけど、やっぱり9月じゃ遅いわけですよ。9、10、11、12で1で、2月はまあその次第のやつがありましたけど、これまあ7ヶ月ぐらい追いましたけど、結局やってる時間は共通テストまでまあ4ヶ月半で、次第の勉強を始めたのはその後ですから、その後1ヶ月、その後数週間で無理やり詰め込んで仕上げてったわけですよ。それでももう法政とか本当に過去問は突破できてたんで、あもういけるなって思ってたんですよね。まあ国語っていう教科が共通テストの方が難しかったりする面があるんで、まあある意味共通テストが高知トレーニングになってたんで、まあ、英語に関してはちょっと形式が違うんで大変だったんですけど、でも英語を鍛えて、まあ、文法は間に合わなかったけど、まあ、あこれいけるなって自分自身も思ってたんですよ。でもやっぱり実際本番はきつかったわけで、やっぱこんだけ努力しても無理なんだって思って、それはねすごく見てて苦しかったし、なんでもっと早くね始めてなかったんだろうっていうのは思った。でしかもだってもともとはねバイトしながら大学通いながら勉強していくって言ったわけですよ。でそれを僕は立ってダメだ、バイトもダメ、大学に行くのもダメ、仮面浪人もダメ、毎日やれって言ってるわけですからね。でそういうもんなんですよ。だ結構ねまだバイトしながらやりますとか、それでいけると思ってる人多いですね。いやそんな甘くないから、まあ、実際坂井さんもっと早く始めてれば大丈夫だったと思ってますよ。そもそももっと強化も増やしてちゃんと戦えるように、いろんなところ合格できるようにしてあげられてればよかったなと思います。そうなってればね、まあ大学入ってからもいろんなことに役立つと思いますしね。その辺の悔いはやっぱ残っているんですよ。まあ最終的にはね、まあ、スポーツっていうところではなかったけど、まあ一応報われたわけですよ。努力は。これって本当にごく少数。本当にね、早くやればよかったなと思います、勉強。結構やっぱ外的要因にする人が多い。コメントとか読んでても、予備校が悪いだの、参考書が悪いだの。もちろん合う合わないっていうのはあると思いますよ。この授業に合うとか、この参考書が合う合わないとか、そういうのはあると思いますけど、そんな外的要因のせいばっかりしてないで、結局自分が勉強するかですからね。そこが最も大事なんですよ。で受からない人の多くは外的要因にしちゃったりとか、外的なものに頼っちゃったりしすぎる人で、まあよくね、その予備校で質問受けるときに、この人は大丈夫だとか、この人はやばいなっていうのはあるんで、まあ質問の内容がもう完全に頼り切っちゃってる人とかは、やばい。ああ、この人自分で考えない人なんだなとかってあったり。対して、あ、
この人はこんなことまで考えてたんだ、なるほどね、それは思いつかなかったなっていう人はやっぱ合格しやすい。まあ今回もねメッセージ来た中で、ああ全然もう受かると思ってた、心配してなかったって伝えた人いると思うんですけど、そうですね、やっぱね分かるんですよ、質問でそういうのって、あこの人賢いなとかっていうのは。で、受かる人の質問ってどんなんですか、賢いと思える質問ってどんなんですかって来たりするんですけど、そういう質問をする人は賢くない人です。でまあツイッターとかにも毎日のように質問が来るわけですよ。でそういうのを送ってる人っていうのはきっとダメなんだろうなと思いながら、残念ながらこう思ったりするわけですね。まあそういうので僕の場合だとやっぱ東大学やってたから東大志望の人がいっぱいね来るんですよね。ああ合格しないんだろうなこの人たちはと思いながらいつも悲しいんですけど、そうです。だ何でもかんでも頼るっていうのはね良くないんですよ。やっぱ自分でちゃんと勉強するっていうのが大事です。まあ自分がね予備校生だった時もそうでしたけど、先生におかげを受かりましたって言った時に、今でもね恩師の富田先生にいやいやいや僕のおかげじゃなくて君が頑張ったからだよっていうのをね言われたのを今でも覚えてるし、自分自身もそういう風に言うようにしてたし、あんまり喋んないですけどね、僕の場合は無口な人間なんで。僕も富田先生ね、現役時代にセンター試験で、千葉大 A 判定出して天狗になってて、イエーイみたいなのをもうへし折ってくれたと。それをもう感謝してるっていうのを伝えたんですよね。そのね、調子乗ってる感覚をこう、ボーンとね、まず基礎ですみたいに教えて、そんな基礎知らんかったし、みたいな。偶然センター試験取れてただけじゃん、みたいなね。ドーンってくれたおかげがすごい大きかったですし、まあただねそれで授業面白いってなっちゃって僕は授業を取りすぎちゃって最終的にね浪人のセンター試験も失敗しちゃうんですけど、でその後やっぱそこでねやっと気づくんですよね、もうあ自分がやんなきゃダメなんだ、勉強世界史とかさすごい面白いってなってたけど自分でやってない、これじゃダメだってなって自分で解けるようにっていうのをやったわけです。で僕はその手段は別に授業であってもいいし参考書であってもいいし、やり方はいろんなものがあると思ってますよ、合う合わないある、ただそういうもののせいにしてやり方のせいにして自分は結局勉強しないって人多いですよ。だ自習室で勉強してる人たちとかも見ても思うね、河合の自習室行っても寝てるやつめっちゃいるじゃん、あいつもねもう授業でああなるなって言ってるわけですけど、頻繁に外に出ちゃうか、もう携帯持ってそういうのはやっぱりねうまくいかないことが多い、うん、危機感が足りない、やってる気になってるっていう人がすごく多い、ダメです、自分はできないんだっていうですね意識を持ってください、プライド捨ててください、そしてやるんです、やる時間を増やしてください、質がどうたら、まあ質は大事です、大事だけどあれこれあれこれ言い訳を探す前にやりなさい、そこに道が開けるんですよ。だから勉強法を探すの分かるよ、効率のいいものはあるでしょ、でもその勉強法を探してずっとネットサーフィンしてる、ずっと YouTube 見てるじゃダメですよ。SNS やりたい気持ちはわかる。でも、まずは自分の勉強する時間を確保してやることが大事なんですよ。それを実行できないのに、ああだこうだ言わないでください。最終的にはあなた自身ですからね。自分がやるかやらないかなんです。そしてやると選んだんだったら、早く行動しましょう。で別にそれも予備校でもいいです。塾でもいいです。いつもまあ相談とかねやるときに、まあとりあえず自分でやってみます、とりあえず1ヶ月やってみます、その1ヶ月が命取りなんですよ。高橋さんだってもしあと1ヶ月あったらもっとゴンゴン合格できてたと思ってますよ。間に合わなかった部分が多すぎたから、共通テスト一辺倒でいったからやっぱ数週間じゃ次第に間に合わないんですよ。まあ最終的にね引っかかった中央の総合政策だって早稲田スポカ前の一番最後のギリギリのところでしたから、やっぱ時間って大事、ね、まあもうこれを見たらもう今日からやるんだと決めてぜひ動き出してください。とりあえずやってみます、じゃあダメです、その後にいい大学に入れた入れなかったによって将来の収入だって全然違うし、なんで目の前のお金でうーんってなっちゃう人が多いのかなってすごく思います。それはやっぱりね見えてないからなんですよ。今後どういう辛さっていうのが待っているか、早く始めていればどれだけ楽かっていうのを知らない人が多いからですね。ぜひそういったことをきちんと意識して勉強始めてください。外の要因大きいかもしれないけど、自分がやるってことを忘れないでください。はい、頑張ってください。ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching.